2024年新たな歴史が始まる。 SV リーグ頂点への挑戦が今ここに。1967年国内初の日本リーグがスタート。1994年 V リーグ発足。そしていよいよ2024年 SV リーグが発足。新リーグ構想は2つのリーグが軸となっています。日本バレーボールの基盤を築いた V リーグ、そして新たに創設された世界最高峰を目指すリーグ SV リーグ。競技力、組織力、事業力を兼ね備えたクラブが集結します。2030年までに世界最高峰のリーグを目指し、14の女子チーム、10の男子チームが参加。 SV リーグの大会は10月から5月まで続きます。10月から4月までの1シーズンで44試合が行われ、4月末から5月にかけてチャンピオンシップトーナメント。試合は主に土日に行われ、女子上位8クラブ、男子上位6クラブのみチャンピオンシップに進出可能。世界最高峰のリーグへ、アタック・ザ・トップ。